じゃあ私はこの一番広い部屋を使うね。義妹はいきなり私たちの新居にやってきたかと思ったら、そんなことを言い出した。一体どこまで勘違いを続けているのだろうか。は、あんたの家どこ？ここにあんたが住む部屋なんてないけど。私の名前はのぞみ、34歳の会社員だ。夫のまさととは結婚して6年目に突入した。私たちは共通の友人の紹介で知り合い、それからすぐに意気投合。そして交際を始めて2年ほどが経った頃に結婚に至った。夫は優しくて穏やかな雰囲気で、いつも一緒にいてほんわかする。そのため今も私たちはラブラブで新婚のような関係でいることができている。周りの友人夫婦に比べても私たちは夫婦仲がいい方だと思う。いつも周りからは、何か秘訣があるの？と聞かれるのだが、正直答えに困ってしまう。おそらくそれくらい相性がいいのだろう。運命の相手という言葉を使うのはちょっと恥ずかしいが、そう表現するのが一番しっくりくるくらいに、私たちは仲が良くて幸せだった。そして共働きの私たちは、コツコツとお金を貯めて、ついに夢のマイホームを建てることになった。二人で何度も不動産屋に行き、理想の家を建てるために、いろいろと相談をした。現在はもう家を建て始めていて、今は一時的な仮住まいとして、義実家に住まわせてもらっている。義両親もとても優しくていい人たちで、私を本当の娘のように扱ってくれる。のぞみさん、一緒に晩ご飯の支度をしましょう。はい、お母さん。のぞみさんは本当に手際がいいから助かるわ。おいおい母さん、そんなにこき使ったら嫁いびりだと思われるぞ。なんてこと言うのよお父さん。あ、でものぞみさん、疲れてたら無理しなくていいからね。大丈夫ですよ。お母さんと一緒に台所に立って料理するの楽しいですし、むしろ疲れが取れます。あら嬉しいわ。全然嫁いびりだと思われてないじゃない。もうお父さんたら適当なこと言って。今日の晩ご飯は何かな。もうしらばっくれないでよ。あはは。私は義両親のこういう夫婦漫才のようなやりとりがとても好きだった。私もきっと夫とこんなやりとりをして自分の子供に微笑ましく思われるのだろうな。そして家族団らんで楽しく食事をして幸せな日々を過ごすのだ。私は夫とマイホームに移り住んでからの夢のような日々を思い浮かべながら毎日楽しく幸せに暮らしていた。だがそんな中、思いもよらない出来事が起きたのだ。それはとある休日に家族みんなでゆったりと休んでいた時のこと。いきなり家の鍵が開き、重い荷物を置く音が聞こえてきた。私たちは顔を見合わせて慌てて玄関の方へ。するとそこには義妹の由香の姿があったのだ。義妹が来るなんてことは私と夫はもちろんのこと、義両親も知らされていなかったようで、みんな驚いて、呆然としながら義妹を見た。ただいま。義妹は私たちの反応なんて気にすることなく、靴を脱ぎ始めている。ちょっとゆか、あんたいきなり帰ってきてどういうつもり？義母が慌てながら義妹に問いかける。だが義妹は特に申し訳なさそうな顔も見せずに。自分の実家に帰ってきて何が悪いの？と言った。そして自分の荷物を持って勝手に自分の部屋へと入っていった。私たちは呆然としながらその様子を見ていた。あの義妹のことだ。きっとあの荷物は帰省ではなく、ここに住み着くつもりだろう。義両親の顔がこわばっていた。お母さんお父さん、大丈夫ですか？私の問いかけにハッとしたような表情を見せる義両親。
すまないのぞみさん、すぐに追い出すから待っててくれないか。義両親の表情はとても険しかった。それもそのはずだ。義舞は正直言って義両親や夫を困らせる存在だった。夫から聞いた話だと、それは学生時代からのことで、みんな義舞に手を焼いていたそうだ。万引きにタバコ、朝帰りなど不良がするようなことは当たり前にやり、その都度義両親は多方面に頭を下げて、なんとか義舞の退学を阻止してきたそうだ。だが義舞はそれに感謝をすることもなく、へこへこと頭を下げて恥ずかしいと文句を言っていたらしい。当時夫が、母さんたちがいなかったらお前は高校を退学になって社会的にもっと生きづらくなってたんだぞと怒ったそうだが、それでも聞く耳を持たず、うるせえなバカ兄がと反抗したそうだ。高校を卒業後はニート状態で、ずっと家にいて夜は遊び歩き、親にお金をたかり続けていたんだとか。義両親は決してお金をあげないように毅然とした態度で断っていたそうだが、それならば援交してやると言って義両親の不安を煽ったそうだ。さすがに娘がそのようなことをするのは嫌で、義両親はお金を渡してしまう時もあったようだ。だが頻繁にそうやって脅し文句を使ってくるので、さすがに義両親も嘘だと気づき、お金をあげることはせずにちゃんと働いて自分で稼ぎなさいと叱るようになった。すると義舞は、ふざけんなよこの四川のじじばばが、こんな家出てってやると逆ギレして家を飛び出していったそうだ。義両親はその時はむしろほっとしたそうなのだが、義舞は 2,3 年おきくらいのペースで問題を起こしては義両親を困らせていた。やれ事故を起こしてしまっただとか、やれ不倫で慰謝料を背負ってしまっただとか、そういったトラブルで負債を抱えて、その度に義両親に泣きついてきたんだとか。義両親は自分の責任だから自分で何とかしなさいと義舞を突き放そうとするが、義舞はしつこく金をせびってきて、義両親がまともな日常を送れないくらいにストレスを与えてくるから、結局お金の援助をするしかなくなるそうなのだ。そしてそれからしばらく音沙汰がないと思ったら、今こうしていきなりやってきたというわけだ。義舞が帰ってくる時というのは、大概何か良くない理由があるというのは義両親の話からよく分かった。一体今回は何が理由で帰ってきたのか、私たちはとても不安になった。義舞は自分の部屋に荷物を置くと、何食わぬ顔で居間にやってきては、勝手に冷蔵庫を開けて飲み物を取り出した。それは義父がいつも晩ご飯の時に飲んでいるビールだった。ちょっとゆか、勝手にお父さんのビールを開けるんじゃないわよ。義母がそう注意しても、義舞は気にせずに缶ビールの蓋を開けてグビグビと飲み出した。そしてプハーと美味しそうに飲んだ後に、そんなケチケチしないでよと笑い、さらには戸棚からつまみになるお菓子を勝手に取り出した。その様子を見て夫が眉をしかめて義舞に注意した。おい、いきなり帰ってきて何の説明もせずに勝手にこの家のものを飲み食いするなよ。お前は本能でしか動けない、欲まみれの猿か何かかよ。いや、猿の方がもう少し知能が高いかな。夫があえて義舞を挑発すると、義舞は目を見開いて怒った。はあ、うるせえなクソ兄が、っていうかなんでここにいんだよ。まさか同居して母さんたちに金をたかってるの。義舞は何か言い返そうと、そうやって夫を挑発してきた。俺たちは新居を建てている最中で、完成までの間ここに住まわせてもらっているだけだ。家が完成したら出ていく。夫がそう言うと、義舞は感心した顔をした。クソ兄貴のくせにやるじゃん、まさかマイホームを建てるなんてね。私たちもマサトの家が完成するタイミングで引っ越すからね。
ユカが居座ろうとしたってこの家はなくなるよ。ええ、何勝手にそんなこと決めてるのよ。勝手なのはお前だろう。連絡もよこさずにいきなり家に帰ってきて、今回は一体何の理由があって帰ってきたんだ。義父がそのように問うと、ようやく義舞は出戻ってきた理由を話し始めた。株に手を出したら失敗しちゃってさ。義舞から株という言葉が出てきて私たちは驚いた。勉強をちゃんとしないと株で成功することは難しい。それを義舞のような人がうまく運用することができるとは思えない。しかも義舞が手を出したのはデイトレードの方で、一瞬にして多額の借金を背負ってしまったそうだ。そんなギャンブルみたいなことして簡単に金を儲けられると思うから、そうやって失敗するんだ。義父がそう言うと義舞は機嫌を悪くし、仕方ないでしょ、お金がすぐに必要だったんだから、と逆切れをする始末。とにかく行くあてがないんだからここにいさせて、住んでいる場所も追い出されちゃったんだから。そう言って自室にこもる義舞。私たちは4人で話し合い、とりあえず家が完成するまでは義舞もここに住むことを許可するが、借金の返済は一切協力しないことにした。その旨を義舞に伝えると、若干不服そうな顔をしたが、数ヶ月はこの家にいられると知るととりあえずは納得した。それから義舞との同居生活が始まったのだが、正直言って最悪だった。この料理まずいんだけど、っていうかすごく地味。何この年寄り向けな食事。義舞は私が作った料理に文句をつけてきた。すぐに義両親が、のぞみさんは私たちの体を気遣ったメニューを作ってくれてるんだ、文句があるなら食べなくていいぞ、とフォローしてくれたが、義舞は、やだやだ、年は取りたくないわね、なんて嫌味を言っていた。これならカップ麺を食べている方がマシだわ。義舞は私のことが気に入らないようで、何かにつけて私をけなすようなことを言ってきた。お姉さん、これもお願いね。私が洗濯をしようとすると、義舞は廊下にボスッと自分の洗濯物を落としていく。なんとも地味な嫌がらせだが、わざわざ洗面所を出て廊下の洗濯物を取りに行かなきゃいけないので、結構めんどくさい。他にも、本当にブスだよねとか、女なのにアクセク働いてダサいなどと私を罵倒してきた。私は相手にするのも面倒なので適当に聞き流していたのだが、義舞はそれが気に入らなかったようだ。すました顔で自分の方が上だとか思ってるわけ、めっちゃ腹立つ。そんなことを言っていきなり切れ出したりするので本当に厄介だった。義両親がいつも家にいるからすぐに私の盾となってくれるが、正直一刻も早く義舞と離れて暮らしたいと思っていた。そしてようやく私たちの家が完成し、引っ越しの日程が決まった。これでやっと義舞から解放される。私も夫もかなり疲弊していたので、新居で暮らせる喜びよりも義舞から離れられる安堵感の方が強かった。私たちの新居の引っ越しはありがたいことに義両親も手伝ってくれた。そのおかげで引っ越し業者を使わずにほとんどの荷物を運び込むことができた。だがこれから荷ほどきをしようかと思っていると、いきなりインターホンが鳴った。私たちはインターホンを押した人物を見て絶句。そこにはなぜか義舞がいたのだ。私たちは顔を見合わせた。どうして義舞がここに。仕方なく玄関を開けると、義舞は満面の笑みで荷物を持って立っていた。おい、なんでここに来たんだよ。夫が険しい顔をしながら義舞にそう聞く。いいじゃんいいじゃん、っていうか結構いい家じゃん。そう言って家中の部屋を見て回る義舞。
ゆか、あんたどういうつもり？義母がそう尋ねるが、義舞は返事をせずに部屋をくまなく見ている。そして驚きの発言をしだした。じゃあ私はこの一番広い部屋を使うね。義舞はいきなり私たちの新居にやってきたかと思ったら、そんなことを言い出した。一体どこまで勘違いを続けているのだろうか。は、あんたの家どこ？ここにあんたが住む部屋なんてないけど。私はもう我慢の限界だった。だから夫の妹だろうが関係なく、そのような口を聞いた。義舞は、え、と言って目を丸くした。だがすぐに私を睨みつけて。ここは実家になるんでしょ？だったら私にも住む権利あるでしょ？と言ってきた。だいたい、私たち家族のところに嫁いできた嫁のくせに、生意気なのよ。あんたは私に使われる奴隷がお似合いよ。そう言って高笑いをする義舞。私はもう呆れて物も言えなかった。すると義母が義舞の前に立ち、こう言った。いい加減にしなさい。これ以上のぞみさんを罵倒するのは許さないわよ。それにここはあなたの実家にはならないわ。私たちはここに住まないもの。え、じゃあお母さんたちはどこに住むっていうの？義母の発言にさすがに動揺する義舞。私たちは隠居をすることにしたわ。もちろん場所は教えないわよ。そう、そんな。それじゃあ私住む場所なくなっちゃうじゃない。義舞が慌てながらそう言うと、義父が怒鳴った。そんなの知るか。お前は今までどれだけ私たちを苦しめてきたと思ってるんだ。もうお前の面倒は見きれん。いい大人なんだから一人で全部何とかしろ。義両親に見放されたことで、ようやく義舞は自分の置かれている立場を理解したようだ。ちょっと待って。いや待ってください。心を入れ替えますから、一緒に引っ越し先に住まわせてください。じゃないと私借金の返済もできない。義舞は土下座をして何度も懇願したが、もう私たちには義舞に対する情なんてこれっぽっちも残っていなかった。何をしても無駄だよ。私たちはもう親としての役目を十分果たしたわ。あなたとはもう親子の縁を切るから。俺も兄弟としての縁を切るよ。そう、そんな。義実家の人たちにそのように言われ、義舞は顔を青くしてその場にへたり込んだ。あ、ちょっと邪魔だから早く出て行ってよね。もしここに居座るなら容赦なく警察を呼ぶよ。私は無慈悲にそう言った。警察なんてやめてよ。動揺した義舞はふらふらした足取りでその場から去っていった。その後、義両親は義実家を売り、自分たちの引っ越しも済ませた。その時も義舞とは一悶着あった。義舞は無理やり義両親についてこようとして、義両親が乗った車を追うようにタクシーに指示をしたそうだ。だが義両親が向かったのは空港。空港に着くと、義舞は義両親の前に顔を出した。そして義両親に自分も連れて行くように言ったが、義両親は完全無視。義舞は空港内でダダをこねて、周りの人たちから何事かと注目を浴びた。それは義舞の作戦だったようだが、義両親の一言で義舞は黙り込んだ。お前、パスポート持ってないだろう。え、私たちはこれから海外で暮らすの。だからパスポートがないあなたを連れていくことなんてできないのよ。そ、そんな。義舞はその場でへたり込んだ。そしてタクシーの運転手がやってきて。お客さん、料金ちゃんと払ってくださいよ。と義舞に詰め寄った。そう、それは私の親が。そう言った義舞だったが、義両親は、この人は私たちとは赤の他人ですからと言って義舞を突き放した。タクシーの運転手は
警察を呼びますねと言って義妹の目の前で通報をした。すぐに警察がやってきて、義妹はタクシー運転手と一緒にどこかに移動した。私と夫は義両親のお見送りのために空港に来ていたが、その様子を遠くから見ていて、ざまあ見ろと思った。そして義両親が登場する時間まで一緒にいて、別れの挨拶をした。義両親は義父の弟一家がアメリカに住んでいて、隣の家に空きが出たから来たらどうだと誘われて、アメリカに渡ることにしたそうだ。もともと義父は外資系で働いていて、英語が堪能だし、義母も一度は海外で暮らしてみたいと考えていたそうで、しかも海外に行けば義妹から離れられるので、好都合だったのだ。私たちは長期の休みが取れた時にでも、義両親のところに遊びに行く約束をして、義両親が旅立つのを見送った。その後、義妹は私たちの家にやってきて、住まわせてほしいと懇願してきたが、これ以上ここにやってきたら警察を呼ぶと言うと、また慌てて逃げ出した。この前の空港での件で、警察にだいぶ絞られて痛い目を見たから、警察がかなり怖いそうだ。一応接近禁止令を出して、義妹がやってきたらすぐに通報できるようにはしたので、とりあえずは安心だろう。というよりも、義妹は多額の借金をしているから、警察よりも逃げなきゃいけない相手がいるだろう。その後、義妹がどうしているかはわからないが、数年経っても私たちの家にやってくることはなかった。私と夫は新居でとても快適な生活を送っており、そして一年に一度のペースで、アメリカにいる義両親のもとも訪ねている。義両親は義妹からのストレスから解放され、さらにはアメリカの開放的で自由な雰囲気が合っているようで、とても生き生きとした顔をしていた。物理的な距離はかなり離れてしまったが、これからも定期的に私たちはこうやって会いながら近況報告などをして、家族仲良く楽しい時間を共有していきたいと思う。義妹はとんでもなく迷惑な人ですね。そして今まで義両親に助けてもらったことを感謝もしない最低な人です。ですが最終的に義両親の我慢の限界が来て見捨てられてしまいましたね。警察だったり借金取りだったり、いろいろな人に追われることになって、ざまあ見ろって感じです。主さん夫婦や義両親が平和に幸せに暮らせるようになってよかったです。これからも楽しい充実した日々を過ごしてくださいね。ご視聴いただきありがとうございます。本日の物語はいかがでしたか？チャンネル登録よろしくお願いいたします。では、次の物語でお会いしましょう。